北海道の防災教育ルーム防災。こちら側のセットが1人分の2メートル ×2 メートル、すなわち4平方メートルを設定した部屋という環境になります。段ボールベッドというのは横が90センチ、縦が190センチのものになりますので、ちょうどその倍分のですね、スペースがあると感じていただければいいかと思います。1人分ですとやはり4平米あった方が安心して暮らせるかなというふうにまずは思います。こちら側が2人分のレイアウトです。まず大事なことは寝ている時の方が咳が出やすいです。ですのでこのようにですね、1人目と2人目の方で頭の位置をクロスさせるようにしています。同じ向きを見ていますとやはり同じ向きの時に咳が飛ぶ可能性がありますので、2人目は私たち家族だとは思いますけども、家族の中でも頭の位置を反対側にしているということが重要です。でその上で1人分のですね、エリアを2つ分つなげた状態になりますので、こちらはですね、8平米になります。で見ていただくと分かると思いますが、2人の部屋でこの環境ですと、若干広いかなというふうに思います。1人が4平米だからといって 2,3,4 がですね、同じスペースが必要かどうかというのは、ここは家族の中の構成になりますのでお考えいただきたいと思います。例えばこのパーチョの場合でこの1枚抜くとですね、それだけで60センチ縮みますので、そのような形で、自分たちのスペース、その2人部屋3人部屋のスペースを考えていただくと良いのかなというふうに思います。最後に4人部屋になります。1人分のものを4枚に広げておりますので、ここは16平米の部屋となっております。カメラ越しでも見てお分かりの通り、この広さですと、相当広いと。まずこの広さについての検討は家族ごとの平米数を考える。ただしもちろんみちみちに詰めてしまうことはこれはダメですので、ある程度の間隔を空けながら、かつ家族の中での有効な平米数というのはご検討いただきたい部分になります。それともう一つ、この145センチの高さ、これ以上高くてもいいんじゃないかというような、こともございますが、これ以上高くなりますと、この避難所の中の健康保険を管理する保健師さんたちですね、その方々が避難されている方の健康、あとは安全を守るために、このパーティションから外から目線が届かないというのは、これは避けた方がよろしいかと思います。その意味で私たちの測ったところでいきますと、大体この140から160がギリギリかなと。それ以上高いパーティションを設置しますと目が届かなくなりますので、治安の意味でも、あと健康を守る上でも、避けた方がいいのかなというふうに現在考えているところでございます。最後に一番最初でもお示ししました通路、動線に関係する部分です。ちょうどここは段ボールベッドのこの区画の合間が2メートルで確保されています。2メートルありますと出る人と入る人が交錯することはありません。ただしここをですね、ルール決めをして、例えば床のところに出る矢印、こちら側には入る矢印というように、小さな子どもたちとか外国人の方にも分かるような表示をすることが重要だと思います。